はい、えー、今回のマイナ国紹介はですね、えー、南アフリカのですね、ボツワナ共和国です、はい。このボツワナはですね、訪ねたのが2017年の7月ですね。はい、で、これ、隣国のですね、あのジンバブエのビクトリアホールズから陸路で入りました。で、この,あのボツワナのチョベっていうですね、チョベ国立公園っていうところに入ったんですがここねあの、このサファリーですね、まあ、動物を見に来る人たちが。これ あのヨーロッパからでしょうね、まあ、欧米人がこうかなりいてかなり賑わってましたね、はい、でここね結構面白くてあのまずこうボートクルーズっていうのがあってボートでですねこうその像とかですねカバとかこう見に行くというのがあるとあと早朝のですねあのゲームドライブあのジープでですねあの早朝こう,こう走るやつっていうのがあってで ちょっと僕勘違いしたんですがこのボツワナーっていうかアフリカですねで7月ってことでこれ、ま、夏だなと思ってかなり薄着で行ったんですがあのボツワナー南半球にあってちょうど7月ちょっと冬なんですね <laughs> で特に早朝だとこう結構冷えてですねあのそこをちょっと薄着で行って、まあ、そういったところをこうジップがガンガン飛ばしていくともう寒くてですね寒くてで寒,い寒いとですねこうトイレにも行きたくなるんですね。 あのトイレ行きたくなってただその、まあ、その辺でね止めその、まあ、ジップ止めてちょっと行ってもよかったんですがまう、あ、その猛獣がですねこういるかもしれないというんで周りにも迷惑もかけるしってことで,です、ね、なかなかトイレにも行けずにですね、はい、もう動物を見るっていうよりも、まあ、ちょっとそのトイレに行くのを我慢したっていうことを思い出しました。 で2017年ですから、あれからですね、1、2、3、7年ですね、えー、ボツワナがどのようになっているのかですね、ぜひご覧ください。はい、マイナ国紹介ですね、今回はその112回目です、はいで。今回紹介するのが、ですね、えー、南アフリカのボツワナ共和国で。タイトルとしてですね、 アフリカの国なのに一度もクーデターや内戦がないという形でですね、話し進めたいと思います。はい、でですね、これ、ボツワナ共和国の周辺地図ですね。これ、ちょうどですね、えー、マダガスカル島と同じぐらいですね、の井戸ですね。いよいよ、やや南の方ですかね。はい、で、これ、隣接する国がですね、これジン、ザンビアが若干こうからん接してますね。ザンビア、ジンバブエ、南アフリカ、ナミビア。 アンゴラとは接してないですね。で、首都のハボローネがですね、これ、南側ですね、ほんと南アフリカとの国境沿いにあります。はいでですね、これ、ボツワナの基本情報としてはですね、首都がハボロネで、人口がですね、225万人。で、これ、面積がですね、これ56.7平方キロメートル。これ結構広いですね。日本の1.5倍みたいですね。はい でこれ人種と民族としてはです、ね、ツアナ族、カランガ族、バサルワ族などなどみたいですねで。宗教はキリスト教に伝統宗教。で言語は英語、ツアナ語。で通貨がプラというのを使ってます、ねはいまでですね。これ仏はあの、共和国の歴史としては1885年にイギリス領保護領となると。で独立が1966年ですねで。初代大統領がカーマ大統領ですね。 で、このですね、こ2008年にカーマ大統領、これが、これはこの初代大統領の息子さんですね、が大統領になったと。で、今現在はですね、2018年から大統領に就任したマシシ大統領があの、まあ、大統領の,あの座についているという形で、これ、アフリカの国事は非常に珍しく、ね、これ政治がすごく安定してますね。あの特にこう、 クーデターとかですね、もろもろ、そういった問題がないと、非常に珍しいケースだと思います。はい、でですね、えー、トピック一番ですね、一大ダイヤモンド産地ですね、はい。これですね、1967年のですね、中部のオラバってところで、なんか世界最大級のですね、あのダイヤモンド鉱山が見つかったということみたいですね。これね、もうこれ、本当、これ、ボスハラネたちはもう、 もう天からの贈りの本当にラッキーな話ですね。でその当時のですねあカーマ大統領ですねがですねこれょっと政策が非常によかったんですね。これあのダイヤモンド業界のですねあ採用というデビアスって会社とですねあの要はその開発協力を結んだということで要はそのもうある,ある面プロの方にですねいろいろもろもろをこう真っしたと。 これが非常によくてですね、で、そこで、あの、この、鉱山開発から採掘から諸々のこのストーリーが非常にうまくいって、で、国の収入にも、こう、それが、まあ、まあ、国が、もうそこからの収入が相当、まあ、巨大な収入が入ってきたと。で、あの、政治ですね、あの大統領のこの政策も非常によくてですね、そのダイヤモンドの収益をですね、主にその教育と医療にですね、こう、回していったと。 いう形で,であの、まあ、ボツワナではです、ねまあ、13歳まで教育を無償で受けられる制度が出来上がってでほぼその政府からの援助で賄っているとであと、医療制度も非常にその整えていったという形であのこのボ,ボツワナがです、ね、ア,アフリカでも屈指の豊、まあ、かな国というのはこのダイヤモンドからです、ね、得られる収益というのが本当大きいんじゃないかなとそういった意味では非常にラッキーな国ですね。はい で,ですね、トピック2番としてですね、アフリカの優等生ですね。はい、これ、ボツアナっていうとですね、これよく引き合いに出てくるのがですね、あの、日本の、あの、ムーティスの格付けが下がるとですね、<laughs> よくボツアナの名前がこう出てきます。で、これ、あの、特に有名なのが2002年ですね、あの、日本の格付けがですね、ぐっと下がって、で、この、ボツアナの格付けよりも下になったと。その時に、 その引き合い出されたのがボツアナでなんとアフリカのボツアナよりも低かったこれ日本大変だという形で,ですねあの <laughs> いろいろそういった話も出てきたんですがあのこれボツアナですねあの非常にその、まあ、そのアフリカの中じゃです、ね、もろもろ政治も安定しててですね、まあ、治安もいいという形で、まあ、非常にその格付けがこう高く評価されていると。 ただその我々ですね、まあ日本からしてみるとあんまりですね、まあそのイメージがないので、あの、な,なんでボツよりも低いんだ <laughs> みたいな話になるんですが、まあはい、まあそういう、まあ、まあボツですね、そういった時にこう名前をよく聞くので、もし将来的にですね、またその日本の格付けうんんの話があった時に、またこうボツがですね、この <laughs>、 比較対象としてこう引っ張り出されるのかどうなのか。でも、そういったものをちょっと注意してみるのも、ちょっと面白いんじゃないかというふうに思います。はい。で、トピック3番としてですね、これ、アフリカ最大級自治体ですね。これ、ボツアナのですね、これ、非常に観光国なんですが、あの、ここ、ボツアナに一つある、このお、オカバンゴデルタ。オカバンゴデルタっていうですね、これ、世界最大規模みたいですね。あの、もう非常に広い、この場所のデルタがあると。 でなんかそのこれアンゴラの方からですねこのオカバンゴ川っていうのがこう,こう流れてきてでこれがあのボツワナのカラハリ砂漠まで流れて消えていくという形みたいですねでなんかこ,う、まあこのこの湿地帯も非常に広いこう湿地帯があってそこに野生の動物もいっぱいこう住んでるとでこのボツワナですねその 北部ですね、東部とか北部の方では年間降水量っていうのが、まあ、400から500ミリ程度らしいんですが、なんか南、南西部はですね、まあまあ雨降らないと。なんかあの200ミリとか250ミリ以下、まあ、程度の雨だと。そうするとこの水っていうのが非常にこう大事になるので、で、当初このボツワナの計画としてですね、あの、このか考え この水をこう引っ張るですね、あの、灌漑用の水を引く計画っていうのがあったみたいですね。ただ、あの、まあ、三沢政府がですね、やっぱ、こう。自然保護っていう形で、その、その計画もこう中止したと。いう形なので、まあ、政府としてですね。この、この辺は、まあ、自然を保護して、で、観光客をこう呼び込もうと。 いう形の政策に舵を取ったとということだと思います、まあ、これもね、まあ、一重にやっぱこうダイヤモンドがですねこう取れるというんで、まあ、国が豊かだというからまあできる政策だとは思うんですがまあまあそのまあそういった形でですね今度はその観光事業も非常に快調みたいで、まあ、特にヨーロッパですねから人がこういっぱい来るという形で、まあ、ボツアナにとってはですね まあダイヤモンドにしろこういった湿地帯にしろ非常にこう素材に恵まれた国ですね。はい <coughs> でですねボツワナ教国の有名人ですね、これセレツェ・カーマ初代大統領ですね、はい <coughs>。この人ですね、ちょっと経歴を追っておくと非常に面白いですね。あのつあのの <coughs> この人がですねツワナ人のですね有力部族のウングット族っていうのがあってそこの大長子 としてもらえると言うから、まああのまあ、皇太子ですよね。あの時期、王子になるその立場ですね。の人ですね。で、南アフリカの大学行った後に今度イギリスですね。なんかオックスフォードへ留学したとで、なんとそこでですね。イギリス人の銀行員行員だった。女性と出会ってで結婚したと。 ところが、これがですね、その当時の、まあ、この何ですか、ボツワナの宗主国の南アフリカですね、が、アパルトヘイト政策をこう取り続けたと。で、その南アフリカからするとですねこう、こういった立場の人間がですね、その、まあ、黒人と白人が結婚するというのがですね、やっぱこう、許せなかったんでしょうね。で、イギリスに圧力をかけて、その、要はその、この、 王子の,その資格を剥奪しろということをなんか盛んに言ってみたいですね。で、イギリスもですね、南アフリカをあまあ怒らすわけにはいかないという形で、で、まあ、要はそのですね、そのまあ、王子の地位を取るか、で、結婚を取るかと <laughs>、どうするんだというんで、国へなかなか,かえ帰れないような形にしたみたいですね。とこころがその,この セレンツ・カーマーはですね結婚して自分のその王位を王位の放棄を発表してでまあ <laughs> その家族と共にですねそのボツダナに帰っていったということみたいですねでここで話があればあれなんですがですねここからはこの人すごくてなんとその後ここボツダナに帰ってですね今度は政党ですねあの ベチャーナベ、ベチャーナランド民主党というですね、なんか現在ボツワナ民主党っていうみたいですが、を結成して、まあ独立運動を開始するという形みたいですね。で、1965年に首相に就任して、で、1966年にボツワナが独立で大統領になったという形で、で、王子がですね、王子の権利をその捨てて、今度はその政界に行って、その, <laughs> あの、要はその政党を作って大統領になったと。 いうんで、これすごいですね、日本の皇室がですね、皇室の権利をやめて、そのあと今度はその日本の、まあ、総理大臣になると、まあ、いうような話なので、これね、ものすごい変な話ですね。はい、で、その当時ですね、ボツワナというのは非常にこう貧しい国で、ですね、あんまり産業がなかったと。ところが、この人はやっぱりラッキーだったんですね、その翌年67年にですね、なんとダイヤモンド鉱山がこう見つかったと。 いう形ですねそこからですねこのカーマの、まあ、経済的なこの手腕があったんでしょうね非常にそのうまくこのビジネスをまとめていったという形でボツワナがですね非常にこの順調な国にこう育っていった、まあ、そ,それはひとえにですねこのセレンツカーナカーマのこの手腕によるというふうに思いますまあただねこれすごい人生を歩んだ人なんですね。 あの王子がですね王子の権利を放棄して大統領になってで国をいい方に導いていったと、まあ、非常にですねこれ面白い人、まあ、波乱に富んだ人生だったんでしょうねはいでですねボザナカあの,の観光ですねこれねやっぱここ観光国でもあるので、ね、こういろんなものがありますねあのまずですねチョベ国立公園ここねあの像が非常に多いですねあとその これ両方こう楽しめる、あのー、要はそのクルーズで踊んです、ね、楽しみ見れるしであとはその、まあ、ゲームサファリーで,す、ね、でも見れる、まあ、そういった面白さがありますねあとオカバンゴデルタですねこの世界一のこう広いこう内陸デルタですねここねなんかバードウッチングが非常に面白いということみたいですねあとそのモレミ動物報告 あのゲームサファリーがですねここではよく楽しめるとであとそのマカ,ディマカディカディエンコっていうですねこれ世界一大きなエンコあの潮の湖みたいですねまあここもね <laughs> ま,あまあまあ動物だけ見るのもあれなんですがまあはいまあこういった、はい、エンコ非常に綺麗だって話なのでまあそこに行ってみるというのも非常に面白いんじゃないかなというふうに思います でですね、これボツアナへの行き方ですね、これ最適、最短コースとしては、ですね、このエチオピア航空ですね、で、東京からソウル、アジサベバ、ビクトリアホールズを経由して、あの人のハバローネに入る行き方。ないしは安い行き方としては、ですね、これ、東京からソウル、アジサベバ、ヨハネスブルク、ハバローネ。で、 エチオピア航空で通していくんじゃなくて東京ソウルをアシアナでソウルアジサベバヨハネスブルクをエチオピア航空でヨハネスブルクハバローニをエアボツハナで行くというのがなんか料金的には安いみたいです。はい。ということでですね今回は南アフリカのボツワナ共和国の紹介でした。